皆さんこんにちは。はこんにちは。七月七日日曜日お昼十二時十分を回りました南部アワーのお時間お相手の玉城ミーカーと。はいしんちゃん津波新一ですよ。今日は七夕ですよ。だからなこれはこの後とユナバルですね。あのゆたかゆたか祭りじゃない。ゆたか祭り。ゆたかよ今ですから。焼け鼻のゆたさんどうぞ。もう人のまもう失敗はもう絶対見逃さないよ。紅白ゆたかせテムル。沖縄一の歌がうまいゆたを。

うんとは言わんよ私。今いそうなもう言わないよ。何してる？なあ、熱いさに。なあ十次郎。違うよ人情がよ。なあ十次郎。忍城忍なんで十次郎のかわいそうこの外にいる十次郎にね。最近変な人から中でもいなくなってるよだから十次郎。一気使ってから忙しいから電話がいっぱいなるみたいだよ。本当にホカマさんから。なんでお前だけ行くか収録。いや分からんけど。えで浴衣祭があって何時までなんですか。 えっとね、3時から8時までなんですけど、うん、多分ですね、えー、夜中3時ぐらいにガナハベースいるんじゃないかなと <laughs>、えー。いない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 。ど、どっか、ヨナバルの、 オリオン通りでオリオリオリオンやり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 って言ってると思うんです <laughs> <laughs> ダディドゥでドー <laughs> ダディドゥでどーって,ってなってるんでヤギ食べあとその食べるかみたいなもうわけわからなくなって <laughs> <laughs> え、泉姉さんも泉さんがさもう泉さんが観光大使になってからもうデジヨナバルにお金落としたくてしょうがないわけさ <laughs> 私観光大使なってお金なくなってるって言 人の不倫見て我が不倫直せるうちいやいやもうでもじゃはじける一日になるわけですねけるんだからねこういうはじけた次の日って結構ハードですよね感動だよね若かりし頃はもう全然ほら朝までずっとね遊んで次の日用意どんで7時半からまた仕事っても全然大丈夫だったさなんでかな20代とかなそこまでいかないと付き合いが悪いとダメみたいななんか俺よく聞くけど最後どん底で締めないと終わった気がしないっていう芸人さん いいいいっぱいいるわけさ<ー>俺はもうそこまでできない今,今はでしょでも若い時はできたんじゃない、うん、できましたねしだけどもうやっぱり振りむんなってるよだからそば食べた後とにラーメン食べに行ってたよ <laughs> 財布見た時にあれそうなんだよ。<laughs> 1>, ない1万円の間に4万円なくなってるみたいな <laughs> も,うもうやらんほうがいいさもうこれ銀行に貯金した方が早いさみたいな,なんかでもああいうのもあ<ー>あのな話題というか種というか若い時しかできないそうや,から、ね、やってない人とのやっぱりねあの話というか経験の差はやっぱ出てくるからねいやもう本当、うん、次の日がきっついないやも,もしかして。<laughs> さん、もしかしてその状態いや違いますよ何を言うんですか何をおっしゃってるんですか全然言ってることが分かるから元気だもんなはいいや何か玉子君の人もなんか今日元気ないみたい言うようなそんなことないですでもいいんだよあのねたまにはなでもさ10ぐらい違う人たちとのむ若いなって思うわ思います時間の流れ方が違うんだろうなと思う確かになでもいいんだよ俺たち昔ああだったんだやっぱりな伝統芸能 <laughs> よくわからんけど無形文化財、うん、私たちほら南部アワーって言って一、はい、時間ならないけど南部アワーって番組にタイトルつけてる三十分の時からつけたからね南部アワーってねまだ一時間なってないんだなってないんですよベージだよなもうなるなる先欺だよな <laughs> アワーアワー詐 <laughs> 本当にバブルがはじけない <laughs> まあ、アワーになれるようにはい そうですね一時間半とかやってもいいかもしれないですね、はい、頑張りましょうあっという間にね頑張ってくれますか <laughs> 大丈夫ですか頑張りましょう,しょうはい、はい、よろしくですで今週もつけてください、はい、ナンバーはこの放送は沖縄唯一低温殺菌牛乳の宮平乳業食卓に彩りをお漬物の菜園ホリデー車券スーパー乗るだけセットの二郎工業ウコンにとことんしじみ800個分でおなじみの沖縄製粉美味しくてヘルシー前里以上各社の提供でお送りします ナンバーはラジオ沖縄がお送りしています。今日7月7日、七夕だよって話したんだけど、うん、全然七夕の話してないまま番組がスタートしますね。あの入り口になんか、あの願い事があった。ぐらい、ねうんうん、短冊の話しようと思ったのに、すっかりすれてましたね。まあ短冊に願い書くとしたら、しんちゃんどうしますか。えっと、健康は命より大事、ね。<laughs> お,かおかしい、おかしい。お <laughs> 口。本当だよ。命の前に健康だよ。いやいやいや,いや,いや本当だよ。三河<あ> <laughs> さん、何書きます。ええー。うん うんと俺はさ一応世界平和」とかあの、えー、み,みんなだけ幸せになりますようにって俺が犠牲になっても「あごぜ <laughs> えー!<の>」え私はそうですねあの宝くじが当たりたい」あいいですね、うん、あのすごく人間的でいいです俺も俺も, 2>, 俺も,俺も2回それもいとまんでいとまんで。 <laughs> 私カフェオープンした時に <laughs>、はい、宝くじがちょうど売り場で2億円か何かが糸満、はい、で出たみたいなうイトマンでね、うん、覚えてます、うん、で私がだからミーカーじゃないかって話そうそうカフェオープンするったらミーカーじゃないかってなったさそう,そうなってたもんなで,で私、あのーうん、実はその今やってる糸満の海んちっていう施設の中でやってるカフェが7月いっぱいなんですよ、はいうん 移転するんですよ。あ、そうなの。あの、海ぶどう。そうです。そうです。その施設からちょっと移転するんですけど。そしたら、いろんな人、また、またたくじゃん。やっぱ、当たってないってば。あんたが引っ越しするところ、全部道ができるよね。道路拡張だよね。そういうふに言われる人いるよね。中部の方に、3回当たってる人、下落さ。これ、ぜ、あんたなんか、あれよね、みたいな、もう。こっち買って、お家建って、道路拡張で。 なんか、ええー、なんか、みんな。<laughs> そういう話ってなななんでか面白いと思や別に当たってもないし道路拡張がどうのこうのって話でもないですからね今ね終わったやとか2軒の中だから絶対道路拡張しても絶対できないみたいなそういえばこの間私差し木に行ったんですよはいはいはいあのいろいろこう南部寺をドライブしててしんちゃんのおうの前も通ってピンポンダッシュしていくかっていう夫と二人で「お前いしてこい」絶対防犯カメラつけてるんですよ「お前いしてこい」

多分中国とかからそんなお話があるんじゃないですかそうなんですかへえ別に儀乃湾中と読谷中が付き合ってるみたいな話じゃないよな別に中学生とかもう大変な遠距離ですよ読谷とあそっか儀ン湾って最近聞いたらさ本当に会おうと思ったらあの星が「光の速さで14.5億年」ってよ分かるか青森から鹿児島に会いに行くぐらいでも大変なのに例えばあのあの 姫と彦星が実際に会おうと思ったらそれだけかかる十四14.5億年って <laughs> そしたら1日会うために14年前から出発ソンバって <laughs> 14点光の速さでよ <laughs> で会っても戻った時にま,ま,ま,またまたもう途中で戻ってるわけ <laughs> ギロワンの人が読谷の人に会いに行ってそれと家庭で会った時にうん、うん、戻った時にいもう茶タも砂場でまた戻らんといけんわけよ。うん <laughs> じゃないと一年に一回アエンバーってそういう感覚 <laughs> バスで一個戻るみたいな。<laughs> もうおかしい。いや計算した人がいた。<laughs> <laughs> <laughs> 14.5億年だったから <laughs> 世の中にはいろんな人がいるねい,やいるよなあの、ね、成分表とかも全部調べる人いるでしょあでも私結構好きですそれあそ俺書いてあるのそのまま額面どおり受け取るさ何とかナトリウムと何とかって言っても半分分からなかったりするけどで見てそれを調べたりするあそう知らなこれ何なんだろうとか知らない単語とか出てくると結構見たりとかします<ー>その他って書いてあったらもうデジ怖いだったもう嫌ですその他って何ですかって <laughs> その他って書いてあったらじゃあ怖いんだよ 怖いというか気になるねあ確かにな一部の地域を除いてっていうのは一部ってどこ放送たるだ大体プロ野球見たら一部の地域を除いてこのまま放送を続けますてまプチと一部だな一部いう一分にまあ何に対してのもしゃべり過ぎごめんなさい給食係が全然始ましないこれで怒られるけとも分には何分スタートしてはい7月7日の話してないんだよね7月日の話してないんだよね 来 <laughs> 来年やるか億年,後年やか億ねそれでは、うんえっと、給食係いきましょうおいしい話題おすすめのお店、えー、食べ物の話を紹介していきましょう、うん、では本日トップバッターこちらいきます。 まちちちゃゃんんんんさんいたただきまし,たねしんちゃんこんにちはどうも先日ベルーナドームにライオンズ VS 日本ハム戦を見に行った時に球場でいただいたししまんま過去ライオンズファンは球場でいただく球場飯をそう呼んでいます<ー>ししま、ねうんまねについて書きたいと思います、うん、球場へ行く前に買ったお弁当を食べたけど小腹が空いた僕は球場内三塁側の屋台で所沢醤油焼きそばお値段850円をいただきました、はい、そもそも所沢醤油焼きそばとは埼玉所沢市発祥 この B 級グルメで材料すべてが所沢さんのものでなければならないというルールがあります見た目はソース焼きそばとは何ら変わりませんが味はソース焼きそばよりはさっぱりとした味付けの焼きそばでしたゲーム当日は球場で生ビール1杯500円のビールワンコインデーをやっていて本当はこれにビールつけたかったけど酒はライオンズが3点以上買ってる時しか飲まないということをマイルールとしている僕としては飲めませんでした<ー>ということでマギちゃんさんいただきましたこれですね所沢焼きそばう

規則守れない。話がもう。なね、あっちきんちんで。ね。所沢食べてないからなんだけど。そう、食べたいね。そうなんですよ、ね。所沢の焼きそばね。なんで祭りとかさ、そういうところに行って焼きそば食べたくなるのかな。 祭り会場行ったら絶対外さない食べ物って何ですかああ確かに何だろう昔はなかった牛串とかもあるじゃない今今あるねすごいよね絶対焼き鳥は外せないあ俺はもう七娘が綿飴買う時にはぁって思ってた綿飴ねちどうせ食べきれないよ全部ってで次の日になったらデイジペッタンこうなってるしねなどどうしたのパーマ当てた日に次の日雨降ったみたいなのかな すっごい湿気吸ってぺったんこになってねってるしあれ固めて焼きボールみたいにしたこともあるあも私はもう焼き鳥の,あのカップの下のところにタレが集まってからわかるでしょもう最初しかタレがつかないさあれが相当イライラしてるわかるでこうやってカーでかけってイーって引っ張ってタレつけてってこれをコップをこう斜めにしてこれをこう回さ回さしてから賢いなんでしょう、ね <laughs> 斜めにしてこう垂れつける賢い私みたいにいいって原始的みたいなそれもいいかもしれない垂れつけるけどでも手前が根っこがつかんばうよバットでいう根元がビリビリするところがあったらあの時あれとかはやっぱ取ったりしますけどもうちょっと考えてほしいよな。 <laughs> 考えきれないか <laughs> はい、はい、じゃあ行きましょうシャバトンさんですはいありがとうございますシャバトンのカレーサビラですね第八十六回目のお店は那覇市のお店スープスープです、うん、その日は嫁さんと長女と三人で行ったのですが俺はたくさんのメニューの中から九種九番の二種のカレースープセットをチョイスして、うん、今回のカレーその一はタケノコチキンのグリーンカレーでグアカボチャパプリカタケノコオンタマチキン辛さレベルはお店基準は四でしたが俺基準だと三でした カレーその2はインビアンカレーで具は牛肉とトマト玉ねぎフルーツとかが溶けているのかな辛さレベルはお店基準では3でしたが俺基準だと2でしたそれにチキンクリームスープと五穀米マッシュポテトとドリンク俺はアイスコーヒーをチョイスがついて値段は1,600円めっちゃお腹いっぱいでした一緒に行った嫁さんと長女のスープ4種類も一、えー、か値ずつ食べさせてもらいましたが、えー、どれも美味しかったですごちそうさまでした。 さて場所は那覇市の上側です。那覇市大室町三重那覇メインの近くです。ということでスープスープ。うん。美味しそうですね。うもういっぱいあるが。種類。これ。組み合わせもじゃいろいろできるってことよね。これぐらいあったら選び感じすれさ、これで食券だったらもう俺もうデジャス後ろ気にな。もう後ろで並んで。気になって。はいはいはい。ね お店の辛さレベルは3でしたが僕的には2でしたとかもでう私もそうなんですよ辛さ私結構辛いの大好きなので、うん、お店が「これは激辛です」とか「うん、気をつけてください」って言って。うん そういうの結構食べたい人なんですよ。逆に後藤宗信が辛られて、もう激辛って言われるとだ食べてみよう。辛さが、そうそうそう食べてみよう。はい。いかがなもんですか。私に耐えられますかみたいな。私を倒して本当に辛くて死にそうになったことが二度三度。ごめんなさい。だから言ったでしょって言われて、だから言ったでしょって余計にもいいって頑張って食べる。ちゃんと立ってますよね。私たちはねこのように気をつけてください。ちませんあの辛いの食べてる番組。 意味があるさ次の日とかああだからあれ,あれ見てる時もなんかね辛くなるよねあれはもう料理じゃないさあれふだ出してないでしょこの日のためだけにでしょあれ食べた絶対あの芸人さんなんか次の日大変だと思うわ今日はあそうねもう絶対。

言ってる自分でおかしかったわけど、出口は入り口で、なんで。だから。一 <laughs> <で>個しかないこところ、まあまあまあ、話変えるけど、だから、それ大変だよ、絶対な。もう、あれ、体に悪いし、な削ってやってるよ、あの人たちが。も 辛さに強いとは言えね強いとはいえ辛すぎるのはちょっとね気になるよねはい。ちょっと私気になるのでスープスープチェックしてみたいと思いますありがとうございます中の上の方だそうですじゃあ続いて息子はまゆいのちさんですしんちゃんみかうるま市昆布916の一番地仲良し商店紹介しましょう刺身バサシ握り寿司惣菜魚汁中西じゃないか中西い中西商店ごめんなさい中中 あそうだ中西だね私なんて言った中吉ってっ中西商店ですね、まあまあ、いはい刺身バサシ握り寿司、惣菜魚汁ルフィジャジルオードブルの注文もオッケーして弁当もいろんな種類があって先週食べたのが500円のハンバーグ弁当具が多すぎて食べきれないぐらいの具おかしいね多すぎて <laughs> 食べきれないほとんどの具 <laughs> <然> <laughs> なんかおかしくないなんかな食べきれない量かな量だろな具が多すぎて食べきれないぐらいの具 サバ弁当もおすすすすめです写真送ります場所はキャンプコートニーのゲートから石川向け2番目の信号を左折して200メートルぐらい行くと右側に中西商店がありめす営業時間朝7時から20時休業日は水曜日です日曜日も空いてますドライブしながら晩食の和菓しおすすめですよということでうわーおいでぞ <僕>な<い>ほんと時々行くんですけどなんかいえしんちゃんどういうタイミングでそんな行くんですかいや僕僕ましん僕僕,僕あの看板とか探しながらと中道とか昔から「道マン」って言われててもう知らない道入ってた「ミ道マン」夜中とか俺昔よく時間あったら回って,て石川でパトカーに止められることも3回ぐらいあるよだってゆっくり歩かして「怪し,さ怪しいさ、ね、盗ると思われてるて」ね「<laughs> すいません免許証何してますか?か」看板は?」って言うなかな。<laughs> <laughs> <んか S 2> 看板見てますったら余計に怪しいよねさっきから見てたらちょっと怪し,怪しかったもんで止めてみましたみたいな感じがまあまあまあいいけどここは何か。 刺身のケーースががバーンって巻きがっててあ商店の中に商店なんだけど多分地域のユニオンみたいな,あ<ー>なお肉とか置いてあったりこう刺身とかあ,あ,あ昔からある町アゴはねすごいすごい素敵なとこですね一切<ー>りなしに入ってますね素晴らしいねなんかもう大きい道から中に入っていくんだけどこの集落の中にあるんでなかなかね分からんけど見つけたらなんか嬉しいっていうかひっりなしだよだね。はい そうですね。はい、ありがとうございます、えー。チェルボーさん来てますね。はい、生まれも育ちも選ばれ町、えー、今日紹介する店は那覇市港町にある放流圏で行かな宝に。流星の、うん、法流で、放流圏だろうな。うんうん、昔ながらのレストランって感じで、食べたのは幕の内の並七百円。刺身につけ、味噌汁、どれもグッド、ほとんどの人がこの幕の内を注文してました。ぜひ行ってみてください。なんか放流圏で名前からすると、<僕>中華料理屋さんかなと思ったけど、ねね、幕の内。うん あのー、僕も見たことあるんですけどなかなか入れなくてというか画像も添付されておしお。そうですね、はい、扇形のね盛りだくさん、うん、あそこらへんいっぱいいろんなのやっぱ中華系だな中華系だチャーハンラーメン中華麺五目麺焼き麺とかありますね、うん、そうだね中華系ですねうん,うーん なんか放流圏とかって言ったら、本当渡る世間鬼ばかりじゃないけどさ、なんかあんな感じするよね。蓬来圏でしたっち。蓬来圏かあれはあれ、ね。そうですよね。あれ、なんか、あれって、なん、なんかあるのかな、この。その名前の流儀というか、何々圏とかで、ほ、ほ<ー>、ホープ圏とか。あれ、ね、よくフランス料理とか、イタリアとかさ。あのさ、ま、なんとか飯店ってあるさ。あ、はい、飯店は。飯店はホテルでしょそう、そう、そうです、そうです。だよね。はい。 だけど私たちは中華飯店って言ってからホテルじゃないけど東洋飯店とかのあのすり込みもあるしね僕そうそうそう飯店って漢字で書いたらあっちはホテルメッシュの店手紙って書いたらトイレットペーパーみたいなそうなんですよよく知ってますねさすがですです名前そして弟重労働 DJ 働ちゃん 時給二十五円。<laughs> お,<子>おかしい。<laughs> はい、えー、ありがとうございます。あ<ー>まあ、こんな感じで、皆さんから美味しい話題をね、うん、このコーナー、いつも募集していますので。あそこのあれ食べて、とっても美味しかったよとかね、あっちに、こんなを取る、新しいお店がオープンしているようなどなど。美味しい話題を給食係に送ってください。うん、僕らも、これ聞いて、やっぱ行きたくなった、今、放流券ってとっても行きたいなって、前々から思ってたんで。はい、うん、どうもありがとうございました。はい、以上、給食係のコーナーでした。では、続いて、こちらのコーナーです。 沖縄製粉プレゼンツ全棟もあいの窓 沖縄の伝統的風習モアイは地域友達職場とさまざまな仲間との親睦を深める場として親しまれています全島モアイの窓ではそんな皆さんのモアイ風景紹介してまいりましょう、はいね、さあ今週はチェルボーさんいただきましたチェルボーさんの採用率高いなさっきまでさっきもチェルボーさんですしたよ、ね、え私生まれも育ちも与那原町ただいま糸満市在住チェルボーです今日はモアイの窓でお願いします、はい、僕以外全員上司という会社のメンバーで糸満会というモアイをやってる って以前話したことがあると思うんですけどなんと7月から同期と後輩1人が入ることになりました。 た酒作らないんでいい,い,いんだはず <laughs> 酒じゃーって言われるんですね、うん、しかも6人になるので2月に1回が毎月開催になりましたあ二2月に1回か、うん 1> えー、毎月開催になりました少しお金がかかるけどタブ署との情報交換も必要だしよしとしましょう西崎の同じ居酒屋でやってるからたまには顔出してね笑い安静またメールしますというチェルボーさんからですありがとうございます。月、まあ、月にに回が毎月になったたとしても、まあ、早く取れたり するしね。うんもうあいね。もうあいもう何ヶ月行ってないかな。うん、半年ぐらい行ってないかもしれない。うんうんなかなか。 行かれてますみかさん。私ははい、結構定期的にちゃんと三つぐらいやってるんだったもんね。忙しいな。同級生のモアイと、はいはいあとはもうちょっと高見の同級生のモアイと。いいね、でも同級生のモアイが続いて。三千円のモアイもやってます。いいね、そそれもいいね。でも五千円使ってるので。そうそうそう。ランチ食べに行くのとほぼほぼ同じ金額で。まだマダム同士でみんなでやってるんですよ。いいさ、そういうのも素敵さやっぱりな。で誰々のねあのあっちがあんなってよとかね。 人様の家庭の話で盛り上がるっていう <laughs> 情報やっているような。なんでや知っていればあれあっちの次男のとあれあっちの三三女が結婚するってずうーりまり若いんばんみたいな。最近ね、だから誰誰の子供と誰誰の子供が同じ学校で、うん、なんかお付き合いしてるらしいよ。えーっていうのがちょっと最近話題で上がったばかりで。かだからミカも俺もだけど。うん 同級生の子供とと結婚するるか絶対あさそれは親たちもしかして経験してきたはずだけどそれがあんまり仲良くない人とかだったらどんな感じなのかなそういうこともあるでしょうね。ななもしかしたらですよ昔お付き合いしてた人の子供と自分の子供がとか絶対あるある世の中はそんなパターンだったんですよ <は>もうちょっとおばさんたちは相当盛り上がりますよ <laughs> <laughs> 盛り上がるからこの話したい人がいるんで「あれとあれのあれが市町村がぺってよ」みたいな <laughs> すごいなもう便利。なんで知ったのなん,でなんで親は知ったのどこのタイミングで知ったのういいですよ当の本人たちいないのになんとからしいよなんとからしいよっていうらしいよでばっかりでねもうここに多分帯でも背びれもタッコ合されてからいっ。いいてるだろうな、ね 沖縄とさ東京の人が結婚して福岡の人が生まれたってよみたいなちょうど真ん中ぐらいとか <laughs> な電瓶が行ってたということで今日紹介しましたチェルボーさんには沖縄製粉からウコニトコトンシジミ800個分10本入りをプレゼントしたいと思いますおめでとうございますお楽しみにお待ちください、はい、お酒のお供に健康のお供にぜひね皆さんウコトコ楽しんでください <laughs> さあそれではここで沖縄製粉からお知らせになります、はい、8月3日土曜日4日日曜日のこの 2日間夏休み、親子手作りパン教室を開催いたします。いえいえ、いえいえ、いいですね。34。はい、時間は午前9時から12時と14時から17時、この2部制となっています。はい、場所は沖縄製粉、糸満事業所サービスセンターにて開催となります。<ー>毎年たくさんの方のご参加をいただいておりますので、応募者の中から抽選での決定,決定となります。募集対象は県内在住の小学生と。 保護者参加費はお一人千円となっております。応募方法は沖縄政府ホームページにあります応募フォームからご、えー、お申し込みをお願いします。なお応募締切が7月16日火曜日までとなっておりますので、ふるって皆さんご応募ください。沖縄政府からのお知らせでした。これ毎年人気らしいんでね、あの夏休みの自由研究の一端としてもいいかもしれません、ね。はいね、何かのなあの息子さん娘さんが絵を描く題材になったりね、<う>お母さんとパンを作りましたみたいな。うん、いいと思います。いい いいね、大事になると思いますんで。はい、はい、ぜひぜひ、あの沖縄政府のホームページからお申し込みをお願いいたします。以上、沖縄政府プレゼンツ、全島も愛の窓のコーナーでした。さあ、それでは、ここで一曲お届けしましょう。ドリームスカムトゥルー、今日七夕だからね。もう今日、いっぱいかか、りすぎてるかもしれない、ね。七 <laughs> 月七日晴れ。 今喋ってます。ユニオンですから。 このコーナーはフレッシュプラザユニオンの提供でお送りしますフレッシュラプラザユニオンの面白い情報を何でもご紹介するこのコーナーさあ今週もこの方登場です、はい、はいどうも今空いてますフレッシュプラザユニオンの黒板重四郎ですよろしくお願いします <laughs> はい元気ですね、はい、喉の調子はどうですか,ですかああもう今荒れに荒れてますよ荒れに荒れてます喉の次はな唇に来ちゃってる <laughs> <laughs> やっぱ疲れて喋りすぎな喉から上に <laughs> いや, <laughs> いや頑張りすぎなんだよねじゃんあの唇は、はいうん、あの 今日ちょっとカサついてるなと思って、たまたま洗面器の置いてあったリップがあったんですよ。買ってから開けてないやつ。で、あ、これ使おうと思って使って、三十分もしないうちに、なんか真っ赤に腫れ腫れ腫れて。ピンクっていうか、なんだろう。もうななんですかねこれ。ちょっと反応しちゃってるね。この荒れてるところね。中性的で唇もピンクだけど、このヘッドホンもピンクだからちょっと。そうこれあの初めからなんですよね。なんで私のヘッドホンピンクで。めつよりも可愛くてショッキングピンクでございます。ピンクアップすけど。 でいいやいやもう全然楽しんでますんでそうだごめんなさい忘れない前ちょっとのえっとね南城市の人と読谷の人と馬基人の人と名護の人がユニオン作ってって「んで俺に言うっていう「俺力ないよ」一応忘れうちにっていや非常に嬉しいです SNS でも実はコメントで「石垣に作ってほしい」とか「名護に作ってほしい」「木部に作ってほしい」めちゃくちゃくるんですよ。 まあこれ楽しみでねできた時にはもうぜひあの公開放送しましょうね。ぜひああ もう皆さんの声をぜひ、いろいろこう送ってください。さあ、えっと、今日のお知らせとしては、何か新しいグッズが販売されて。そう、そうです。あの、沖縄カルチャー第7弾です。はい。もう、今日しんちゃんも来てくれてますね。はい。パーリー T シャツ。まあ、それについてですね。ついにユニオンが。うん。台風ティシャツを作りました。いや、私、ユニオンが多分一番しっくりくるよね。そう。 一番台風に強い企業があるで <laughs> 一番台風 T シャツで台風 T シャツはもうこれ店頭に並んでいるの、はい、いやこれがまずあの SNS でのキャンペーンを今始めてまして、はいはい、実は7月7日本日がキャンペーン最終日ですんで皆さんにこの参加してほしいということでこれの告知させてくださいうん、うん、えっと抽選はですねあの黒と白の T シャツがあります、うん、黒に12名白に12名合計24名様へプレゼントですれ、ね、これがあのユニオン公式 X はい、でユニオンのアカウントをフォローしていただいて。 引用リポストしていただきます。うん、引用リポストで、あの台風に関すること、何でもいいです。書いてほしいです。うん、台風の日、ユニオン行って、これこれ買いましたとか。台風の日、外に出れませんでした。はい、何でもいいです。定例しましたとか。全然本当いいです。で、あと、この第三なんですけど。ユニオン店舗で、そのまま受け渡しになりますので。うん、あのユニオン店舗で受け取り可能な方です。うん、で、応募期間がもう始まってます。四月一日から四月七日。本日の二十三時五十九分までとなっております。ので、はい、もうすでに。 一万ぐらい超えてるんですかね、応募が,が。応募はもっと全然少ないんですけど、この見てくれてる人が。うん、あ、見てくれてる。え、じゃ、見てる人たちぜひ応募してほしいねそう。だから、すでに、この登録してる人はリポストすればいい。そうですね、人形リポストしていただけたら。はい。 引用リポスポね。リポスポ。リポスト。です。もう今日はもう、私。リポスト。どうしたんですか。リポルトみたいな。夜中まで働いてます。ちょ時ぐらいまで起きてました。大根捕まりませんでした。 で実はこの台風 T シャツなんですけどデザインもあの私の X の方またあの公式の X の方またユニオンアプリの方でも見れますので面白いんですよカタカナで今空いてませんユニオンですけどって書いてあるしこれもこのキャッチコピー秀逸だな俺いつも褒めるけど自虐も含めてだけどユニオンだから言えるんだよねもうもうありがたいです本当にこれ着て空いてる時に行ってもいいんだよねもちろんです台風が近づく三日 これキャンペーンが終わって店頭に並ぶとかっていうのは、うん、予定してます、ね、これから予定、はい、でもまだ案内はまだね先とそうことな,なこです、ね、店頭に並ぶときに またなんかいろいろ告知方法を考えて、ちょっと告知していこうかなって、本題いっぱいあるんですよ、いろんな告知が。置き銀チャージに加えて、有銀チャージができるようになりますとか、やっぱ月間奨励期間、沖縄県内の県内、検で品ね、いろんなオリオンビールとかマンゴーとか、確かャツだろうと思ってあとお中元の時期でもありますからね、そこら辺もね、ぜひね。 9分。 十、十三、十四、十五、十五、十六、十七だったかななんか近いよなそうなんですよ球本近いですね。えっと十六、十七、十八です。だから金土日に当たってる。そうそう当たってるな。めちゃめちゃ忙しいと思いますよめちゃくちゃ忙しいですよもうあのお祭りですユニーは内地にいる方々は内地系の人は十三、十四、十五やってその後沖縄と十六。休歴の球壇だから大変だな途中でいる方とかももうこの時期になったらほらもうちゃんか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 って。 沖縄の民謡があちこち流れてくるじゃないですかユニオンはバージョンとかも作らないんですかしんちゃんバージョンみたいないいですねでも店内放送ではそれらしいものはしんちゃんがしゃべって流れてる。

今日今日はすごい年金年金術を発見しましたのでご報告です。年金術？はい年金え、うん、年金術。<え><え>年金術っていうか<え><今>、ね、年金って言の。どうした？台詞捕まなかった年金術って言ったらもう二ヶ月に一回の十五日とか、あもうこれ楽しみにしてる <laughs>、ね、年金術。<laughs> 来月の十五時いろんなラジオ番組私ミイカーさんの聞いてますけど珍しいですよねこういった連発してます <laughs> <あ>もうわざとやってないんですか <laughs> もれで連発電研、ね、術を発見しましたのでご報告です私家の電気は沖縄電力と契約しておりましてあと電気使用量などに応じてポイントが貯まるモアイイというものに会員登録していたんですしばらく放っていたんですけどこの間久々にモアイイのサイトを開いてみると五千ポイント貯まっててポイントの使用方法を確認したらなんか 商品とか交換とか他社のポイントと交換でその中になんとユニオンがあるじゃありませんか。そうなんですそうなんです。うですもう速攻でユニオンのポイントと交換しました。ありがとうございます。そして重次郎さんに質問です。はい。 ユニポイントで何ができますかまさか店員さんが「すごいですね」って褒めてくれるだけじゃないですよねではでは9割はそれなんですけど <laughs> 残り1割はもうあの現金と同じようにお使いできます <laughs> それがいいよねぜひぜひこのポイント活用して、まあ、お得な商品自分が好きなものおいしいものなご褒美商品とかでも買ってもいいと思いますよね、はい、そうです私もポポイイントはポイカツ好きなんですよだ,だから結構あのポイント貯めて貯めて、はい、私が好きなのを私が買ってるあいいと思いますよあじゃあミカだったらこの これ共感できますかね私実は嫁さんに一回自分の電子マネーとかカード渡してじゃあこれでんか好きなの買ってきたらと思ったら電子マネー減減っってててなくポイントたんですよこれがちょっと個人的に許せなくてポイントは使わんでんでと思うやっぱりそうですよねポイントは私が使いたいからこれが1000超えたっていう喜びとか2000ポイント超えたとか喜びがあるからでしょなんかポイントは貯め続けて俺こんなに貯まったぜみたいなのわかりますわかります

私が負けましたけど奥さんも悪いことはしてないんだよ現金は入ってないからなまあぜひですね玉城さんね今言ってましたけれどもユニポイントであ本当に現金と同じようにいろいろね好きなものお買い物できるということですので上手に楽しくお買い物やってくださいポイントで買った時のソープのお得感ねこれ俺ただなんだだじゃないけど今までの頑張りの報われたいなそうですそうですさあじゃあ最後になりますけど十字路ひ一言お願いしますシャツ皆様の まだまだ受け付けております。本日の23時59分までお待ちしておりますので、はい、ぜひぜひお願いします。はい、じゃあ今日紹介しました玉城さんにもステッカーの方お送りしたいと思いますので、うんはい、楽しみにお待ちください。ありがとうございます。さあこのコーナー皆さんからのメッセージお待ちしています。メールの方は懸命にユニオンと書いていただいて、南部アットマーク rokinader.cio.jp、ok、まで送ってください。はい、ユニオンにこんなのあったらいいなとかね、十時郎さんちょっと聞いてよ。ね、ユニオンのさあこんなところが大好きですよみたいなそういうご意見とかね感想なんかも送って。 いただけると嬉しいです。はい、今喋ってますユニオンですから、このコーナーはフレッシュプラザユニオンの提供でお送りいたしました。ジュウジローありがとうございます。ありがとうございました。また来週また来週。 さあ、それでは引き続き、こちらのコーナー参りましょう。刑事係です。あなたの街のあれこれ、面白情報、イベントのお知らせなどなど、ご紹介していきます。十次郎がそう、いっそうだって、そと行きました。しんちゃん、はい、何、かお知らせありますか。まあ、今日、この後ね、無料ですんで、与那原町の与那湖浜公園の方にね、遊びに来てください。浴衣祭りが。浴衣祭りでね、はい、あの、はい、僕は浴衣着けてませんけれども、すいませんね。これ浴衣着てきっ。 くれたら、なんか,なんかあ、あの、プレゼントか、ね、あ,ありますんで、はい、ぜひぜひお願いいたします。はい、じゃあ、しんちゃん、何かお知らせが多いもありましたけれども、はい、どうぞメッセージ。じゃこちら、いきましょうね、えー。お久しぶりですね。えー、じゅじゅえー、美香さん、しんちゃん、じゅじゅろさん、はいさーい。糸満スティングの一寿司です。えー、今回は、ロンドンで開かれた沖縄デーについて、ご紹介したいと思います。はいはい 今年は6月22日、私の誕生日にロンドンの南東部にあるブルーマーマットでひか開かれました。ロンドンの三神会、天宮、八重山の音楽、五十流空手の演目、そしてパリの三神会による演奏、エイサーやカチャーシーと沖縄を目いっぱい楽しみましたよ。サーターアンダギーなども売っていましたが、私は、えー、ザンパシのソーダ割りを一杯飲みました。しん新ちゃんみかさん、この一杯いくらだと思いますなんと日本円で1800円もしたんです。今は。<laughs> 1>, 1ポンド200円なので仕方ありませんね、うん、写真とビデオ送りますのでぜひ見てくださいちなみにこの後レストランに行ったので来週の給食係メールさせていただきますねあ<ー><で>久しぶりにいただいてますが<の>これ動画見ました私たうゆうき君から来ててね、うん、俺一瞬これあれ東京の町雑誌みたいな感じだったけど<う>ロンドンって言って驚いたねそうびっくりしました、うん、沖縄祭りっていうのがあるのねすごいね、うん、イギリスでね ルティッシュで根付いてるとなんかあの空手のファンの方とか本当世界各国にいるじゃないですか。ね、すごいうことで、豊洲流で1か月ぐらいか沖縄来日して、うん、ずっとこうトレーニングされてる方とかいろいろ私、お見かけするんですけど、ね、カフェに食事食べに来ていただいた方もそう最近ね、うん、ずっと1か月以上かなフランスから来てるって言ってて聖地だからね、うん、宮城 に<朝>もうなんか小さいお子さんとか連れて、うん、海入って朝から朝の7時8時ぐらいから、うん「<laughs> ふうみたいな感じでちっちゃいことは上がってくるわけよ違うよな人種がなもうもう絵はがきになりそう写真撮ったら変態さねいや,いや撮っていいよ変態止まれ123ほんとんかすげえおしゃれに見えるんですよねみガージュ流作ろう 絶対負けない <laughs> 痛,痛いって言わない見たくない,いう, <laughs> うやん <laughs> あやまん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 って <laughs> ガュ死にガチュあいかんいかんってったらもういかん <laughs> やらんってったらやらん死にガチュ <laughs> ただのガチュ <laughs> られるな。はい。ということでこんな感じで皆さんの街のねイベント情報お知らせなどお待ちしております久しぶりに送ってくれましたイトマンスティックの一同志さんありがとうございますステさんお元気ですかねよろしくお伝えくださいね以上刑事係のコーナーでしたナンバーはこの放送は沖縄唯一低温殺菌牛乳の宮平乳業食卓に彩りをお漬物の菜園ホリデー車券スーパー乗るだけセットの二郎工業 ウコンにとことんしじみ800個分でおなじみの沖縄製粉美味しくてヘルシー前里以上各社の提供でお送りいたしました今日も採用された方の中から抽選で春戦一歩のペアランチ券のプレゼントがありますがこちらは発想をもって発表に返させていただきます、はいった方は感想もねぜひ、うん、お願いしますお待ちしております、はい、さあナン部アワー各コーナーでメッセージお待ちしていますね美味しい話題を送ってもらう給食係皆さんが入っているモアイを紹介してもらうモアイの窓えー 今喋ってますユニオンですからはユニオンさんへのいろいろリクエストとかコーナー聞いてからの感想とかもあると嬉しいですねあと今日中ですけどリポストっていうか台本 T シャツも忘れずお願いしますそしてラストのコーナー掲示係すべてメッセージメールは南部アットマーク ROKINAH.CO.JP でお待ちしております。それでは お別れのお時間ですね。はい、ナンバーはお相手はたましらみーかと、はい、しんちゃんつはしんちと国場十次郎とほかまさんとあとあしみねさんでしたまたねーせ、はい、ーのオリジナルポッドキャスト耳で聞くタイヤのエクボ子育て応援マガジン太陽のエクボノラジオ子育て真っ最中の私たちがさまざまな情報を発信しています詳しくはラジオ沖縄のホームページ ホッドキャストイエーイ,イ,エーイ